はい、ちゃこちゃんの心境の変化が少しあったのでご報告します。ケージの目隠しをですね、ほぼほぼ前面を、前っていうのは前の面ですね、を取ったところ、結構大胆になってきてですね、やっぱり、目を直接見合わせてもシャアは言いません。ここから今度は瞬きをまだしないかな、ちゃこちゃん、ちゃこちゃん、まだ凝視してるね。これからだね。今50センチぐらいの距離に人の顔があって正面を向いていたんですが、平気に足りました。これからぐんぐんきっとですね、慣れてくるかと思いますよ。おやすみ。ジャン君、今日はなんか寒いね。エアコンの温度上げた方がいいのかな。まだ3時なのにカーテンも閉めたし。そろそろって言い出すとジャン君もポンちゃんも出てくるね。そしてジャン君とポンちゃんをブラッシングしていると、この方々も降りてくるね。ではシオン君は外に出ますか。はい、どうぞ。
はい。はい、ちゃこちゃんもなんかご飯の予感がする。今日も今3時の、外出およびご飯おやつの時間ですが、ここからしおんくんは夜のご飯まで外を出歩くことになります。どんなことが起きるでしょうか。しおんくんのご飯はすっかり残ってるな。カリカリがお気に召さないかな。はい、ちょっとやっぱり気をつけなきゃダメかな。はい、あんたちゃん、あんずちゃん、この状態だと触れないのね。やっぱり寝込みを襲わないと無理ね。はい、それではですね、ちゃこちゃんはどうでしょうか。はい、ちゃこちゃん、はい、あら、はい、はい、はい、あんずちゃんのなでなでも失敗。それから、ちゃこちゃんのなでなでもできませんでした。現状はそんなところです。呼んでます。
すぐだよ。ちゃこちゃん。はい。ちゃこちゃんのご飯です。うん、ちょっと待って、これね、チャコちゃんのだな。はい、はい、どうぞ、チャコちゃん。いい子だね。ちょっとベッドが大きくて大変だね。あ、いい子だね。はい、ゆっくり食べてね。はい、あんずさん、はい。根元太いんだね。曲がってる分だよ。そうだね。はい、そうだったね。はい、どうぞ。はい、シャンプーは外で食べられますよ。どうぞ。ちゃん食べない？